夜間活動用のライトを取り付けたランチェスター、短期間銃ランチェスター短期間銃は1941年から1945年にかけてスターリングアーマメント社により製造されていた短期間銃である。ドイツ製短期間銃 MP28-2 のコピー製品。主に第二次世界大戦中のイギリス海軍によって使用された。また当初はサブマシンガンではなく、 マシンカービンと呼ばれていた。ドイツ製短期間銃 MP28-2 を原型に改良を加えたもので、設計を担当したジョージ・ハーバード・ランチェスター技師にちなみ、一般にランチェスター短期間銃と呼ばれる。MP28-2 と基本的な構造は共通するが、外見上の際としては、マーク・ i モデルのセレクターの位置や機関部工法を重傷に固定する。 ロックキャッチ部1907年式銃剣用の着剣装置などがある。また、初期型にはコッキングハンドルを固定する簡素な安全装置も設けられていた。全長は MP28 通よりも1.5インチほど長く、重量も1.4ポンドほど重かった。同時期に使用されたステン短期間銃とは、対照的にランチェスターは、 堅実な設計を高品質の材料で実現した短期艦銃だった。大部分がイギリス海軍に支給され、捕虜の護送、乗船林間、それに伴う水兵の陸上活動や戦闘といった用途に用いられた。対独戦線布告を行った1939年9月の時点でイギリス軍は短期艦銃を採用していなかった。長らく主力不標銃の座にあったリーエンフィールドは、 優れた射撃精度を誇る小銃であり、これと対照的に中近距離の戦闘に特化した短期艦銃の重要性は認められていなかった。1940年5月から6月にかけて行われたダンケルク撤退以降、イギリス全軍において様々な消火器の需要が生じていた。当時調達可能な短期艦銃はアメリカ製トンプソン短期艦銃のみであった。しかし、 ユーボートによる大西洋上での通商破壊作戦が激化する中、レンドリースポーに基づいてアメリカから送られた装備の大部分は輸送中に失われ、イギリスに到着したトンプソン短期間銃のすべてが陸軍に配備されていた。このため空軍及び海軍は独自に短期間銃を調達しなければならなかった。1940年初頭までにイギリスは 財政難のため、追加のトンプソン短期間銃を購入することが困難になった。8月12日の会議では、短期間銃不足への対策として、ドイツ製の 9mm シュマイザーカービンをコピーして生産することが好ましいとされた。このドイツ製短期間銃は、製造が容易かつ、使用方法も明快で、200ヤード程度までの距離で正確な射撃を行うことができた。 1940年夏、スターリング・アーマメント社は4ヶ月以内の試作型提出を条件とする新規、短期間中設計の契約を受け負う。設計責任者には同社に出向中だったジョージ・ランチェスター技師が選ばれた。彼は同名の自動車会社を設立したフレデリック・ランチェスターの実定で、自身ランチェスター社やアルビス社などで自動車、 軍用車両開発に携わったベテラン技術者であった。ジョージ・ランチェスターは、すでに、イギリスを含む、世界各国に輸出され、性能が証明されている、ドイツ製短期艦銃 MP28 に改良を加える形で設計を行い、1940年11月から、海軍による試験運用が始まった。なお、この時点までに、 ナチスドイツのイギリス本土侵攻作戦トンザが明らかになっていたこともあり、空軍は新規短期間中計画から外れている。ランチェスターの採用にあたり、十分な 9mm パラベラム弾を製造し得る施設がイギリス国内には存在しなかったため、アメリカに対し1.1億発分の注文が行われた。緊急時には敵側から旅客した弾薬を使用することも想定されていた。 正式採用は1941年晩集になってからだった。記録された最初の実戦使用は同年12月で陸軍所属の第3コマンド部隊がノルウェー方面で展開した特殊作戦の際、海軍から借り受けた4丁のランチェスターを使用したという。ほとんどのランチェスターは海軍に配備されていたが、コマンドスでも少数ながら使用された。 長距離砂漠低身体隊員の中にも愛用者がいたという。実際に配備が始まると当初想定されていたほど安価でもなければ製造が容易でもないことが明らかになり、コストの削減と製造効率の向上のため何点かの簡素化が図られた。例えば、マガジンハウジングはもともと鋼鉄製だったが製造が困難であったため、製造鋳造に改められている。 セレクティブファイア機能もマーク・アイモデルで廃止され、フルオート射撃のみ可能となった。この際にコッキングハンドルも単純な棒状のものに改められている。マーク・アイモデルの大部分はマーク・アイモデルに回収されたため、元の状態のまま現存するものは少ない。トリガーハウジングやリアサイトはもともとネジ止めされていたが、射撃時の振動でネジが緩むという問題が指摘されていたことと、 簡素化のため、後には直接機関部に溶接されるようになった。重症のバットプレートは当初真鍮製だったが、後に鋼鉄製に改められ、最終的にはザマック合金製となった。ライバルは同時期に設計されたステン短期間銃だった。本土振興に備えて設計されたステンは、全体的な性能こそランチェスターに劣っていたが、 非常に生産性が高く安価であり、また軽量だった。そのため、陸軍及び空軍では、ランチェスターではなくステンを主力短期缶銃に選んでいたのである。ステンに対抗するべく、ランチェスターの軽量化モデルも試作された。これは、設計を手掛けたジョージ・ウィリアム・パチェット技師の中から、パチェットガンと通称され、後に、スターリング短期缶銃の原型となった。 ランチェスターの生産数自体は限られていたものの、使用者からはおおむね好評だった。海軍では戦後も長い間使用され、正式な退役宣言は1979年になってからだった。退役後、多くのランチェスターは諸外国に売却された。これらには2つの大きな矢印の記号が製造番号の前に刻印されている。この記号はしばしば S の記号と合わせて、 ソールドアウトオブサービスを意味するとされる。ランチェスターはオープンボルトグローバック方式の自動火器である。マーク1はセレクティブファイヤ機構を備え引き金前方にセレクタレバーがあった。これは原型の MP28-2 と異なる配置である。省力型のマーク I ではフルオート射撃のみ可能である。感情の機関部は木製重傷の全部に取り付けられており、 分解やメンテナンス時の利便性を考慮し、前方に回転させるように軸が設けられていた。木製重症は DN フィールド小銃のそれに習った形状で、重工中央下部に着剣具が設けられ、1907年式重検が着剣可能である。清掃に用いる新中性オイル管が十字利に格納されているが、これも DN フィールド小銃と同様だった。 マーク1はライフル用式のリアサイトを備えており、100から600ヤードの範囲で、照準距離を調整可能だった。一方、マーク1は、極めて簡略化された跳ね上げ式、リアサイトを備えており、100ヤードと200ヤードのどちらかに切り替えることができた機関部に設けられた手動安全装置はロックカット式で、これにより、ボルトハンドルは開放位置で固定される。しかし、 この状態で銃を落とすなど衝撃を与えると、暴発しやすいことが後に明らかになった。50発箱型断層により 9mm パラベラ無断を左側の断層装填部から供給し、薬莢は右側に排出される。この50発断層を3本収める専用の断層袋も作られた。ステン用に開発された32発箱型断層を使用することも可能だった。 断層を取り外すには、機関部上のキャッチボタンを押す。最初の生産契約は1941年6月13日に交わされ、海軍向きに5万丁のランチェスターが製造された。最後の生産契約は1943年10月9日に交わされた。こうして28ヶ月の間、平均して月あたり3410丁が製造された。 スターリング社は1から9999 99及び A1A64580 までの製造番号を記録している。多くのマーク1は戦争が始まってからマーク1に回収された。この変更はモデルごとの生産数の確認を極めて困難にしている。ランチェスターの組み立て工場は4つあったが、実際の組み立て契約は3企業のみと交わされた。 スターリング社では、ダゲナムのスターリングエンジニアリング有限会社とノーサンプトンのスターリングアーマメント社で分割して、ランチェスターの生産を行った。工場コードごとの生産数、初期生産型は製造番号に S、A、SA のいずれの設等時も刻印されていない。1兆あたりの価格は14ポンドと高価で、また、生産効率もステンに比べると劣っていた。 ステンマーク2の平均月間生産数は4万7千兆に上った。ランチェスターの製造年は断層層天部にある軍用証明マークの横にとても見づらい小さな数字で刻印されている。例えばスターリング製ランチェスターマーク1の場合は次のように刻印されている S はスターリング製を意味し A は製造番号の窃盗時である。 ありがとうございます。